ゴグマゴグについて、まあ実は英米のことなんですよ。実はね、今回はね、ゴグマゴグをどこが担当するかについて、今回はイギリスとアメリカが担当することが決まってたんです。つまりイングランドがゴグ、アメリカがマゴグ、ね、で、ロンドンが実は長崎にあたるって言いましたよ、ね。まあ、もちろん長崎とロンドン同じ意味なんですけど、語源がね。で、まあ、長崎も G の字も入ってますけどね。で、結局その伊勢神宮っていうのは伊都国、伊都国ってっていうのは、まあ、漢の和の名の国を金にもらったところですけどね。で、それは実は秦の始皇帝三島だった。それが伊勢神宮にまつわる神、伊勢殿御事、神っていうかね、王子ね、伊勢のように、伊勢の御事になり、そして伊勢皇都、伊勢皇都じゃ南朝なんです。後醍醐、地位が。で、伊勢神宮は五具を表します。で、マゴグは明治神宮がマゴグです。それはまあ列強による圧力なり、ダビデ王家すなわち田臥王朝を日本でも設立しなければならなくなった事情、ずっとね、戦国時代からその圧力は受けてたんですけど、明治時代になってダビデ王朝が天皇になったわけです。それは広人までで終わっています。明人は田臥王朝ではありません。ダビデ王朝ではありません。明人は清志って書く方の秦の満州系の秦王朝の末裔、つまり満州帝国ラストエンペラー溥儀の息子が明人、母は昭和皇后、つまり昭和皇后とラストエンペラー溥儀の間の溥儀の子供が明人上皇。で、その清志って書く方のその満州帝国だったそのまあ秦っていうのは女真族の王朝って言われています。で、女真族の特徴である弁髪、すなわちちょんまげ、朝鮮まげのことですけど、ちょんまげをしていた民族。中国の文明はちょんまげはしてなかったんですけど、満州勢力はちょんまげ系なんですよね。つまりで、林則徐というアヘン戦争のきっかけとなった上海ティーパーティーの時の石膏総督、ね、林則徐、林っていうのは中国でも実は日本の忍者ってバレてますねんけどね。だから林則徐の表彰しない、あっこでアヘンぶちまけたやろうねと満州勢力は林則徐のこと面白くないんですよ。林則徐も弁髪を嫌った人やった、ちょんまげを嫌った人。日本も明治になってちょんまげを捨てた。満州のしきたりやしな、こんなもので。捨てた、あっさりザクッと捨てた。ポニーテール、騎馬民族のしきたり、ね、騎馬民族はポニーテールやら好きですね。で、江南族も春菜って言いましたね。春菜曲げちゃん、よく弥生時代のそのあれに書かれたんで、横のね、横に曲げを言うのが春菜曲げ、春曲げって言い方もあります。春曲げどんとは春菜曲げをした女性のことを言います。うちもたまにするけどね、これちょっと折衷どっちでもないような感じかな。横にあのなんか知恵ちゃんみたいなのさ、ね、あのじゃあこっちへも春菜曲げやね。竹本って名字はね、その藤原、朝鮮に残った藤原家の人がね、よくそう竹本っていう名前のね、でその戻ってきてあるね、機械人として日本にね、これ微妙でしょ、どっちなんかなって。で、結局まあね、だいたいできるだけやってみようか。用意、片方しかできないけどね。失敗まあ横にこうなるでしょ、これがちょっと羊っぽいよね、可愛いよね。で、この羊ギャルをポニーテール系のキラ民族が買おうとしたわけね。で、それを最後の日
かわされる、かわされるか、はじかれる、この春なまげ、春まげどんがポニーテールの男子のことめっちゃ嫌がるってことね。それが春まげどんだし、で騎馬民族がついに滅びるのだとユダヤ人自ら記したわけ。ヨハネ黙示録、騎馬民族の限界をユダヤ人が自ら記したわけ。まあカバール系のね、ユダヤ人が騎馬民族ですけどね、アシュケナジは騎馬民族じゃないけどね、だけど遊牧民ではあったから、遊牧民ついにここで力尽きるっていうようなことをヨハネ黙示録で予言してあるわけです。